皆さんこんばんは、滝陽ワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆の国市にあります上島橋に来ております。この辺りで川環状が行われていると聞いておりますんで、橋の中ほどへ進んでいこうと思います。橋の中ほどはご覧の通り人だかりができております。あちらでは何やら準備をしているようですね。ただいま上島橋の中央付近におります。ご覧の通り案の定と申しますか、人だかりができております。私が申し上げるのもおかしな話なんですけども、中にはカメラやらスマホやら写真を撮ろうと構えている方々がいらっしゃるようですよ。川の上に松明が浮かべられたようですので、もうそろそろ始まりそうです。毎年8月1日に行われる川環状は、暴れ川とされた鹿野川の水嶺を沈め、水害から村を守るためと水難者を供養するための伝統行事で、古くから行われています。
上流から流れてきた松明は上島橋の下にたどり着いたようです。せっかくですので上島橋を渡りきって対岸へ向かおうと思います。対岸の広場では盆踊り大会でしょうか、お祭りが執り行われてました。規模は決して大きくはありませんが、出店もあります。アユの塩焼きなんてのも美味しそうですね。本当だったらもっと長居したかったんですけども、予定がありますのでこれでおいとますことにいたします。それではご視聴のほどありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらコメント欄にてお願い申し上げます。またお気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。